で、この8からですね、サンダーが、使えるようになります。はい。1から7までは、14個消すとサンダー出るんですけど、サンダーじゃなくて、この8以降ですね。8以降からは14個以上でサンダー出るようになりますので、はい。やっていきたいと思うんですけども、ちょっとは。はい。で、このステージですね、最初にまず、ここですね、この石があるんですけど、この石にですね、基本的に、ブロックは残さない方がいいですね。残すと、降りていくんですね、こうやって。やってる方分かると思うんですけど、降りていっちゃうので、なるべく、このブロックの絵は、早く消すと。はい。最初にまず、この緑ですね。これを消していただいて、はい。で、青。Green. Green. Blue blocks. そしたら、この黄色2個消して、Yellow blocks. はい。で、赤。And red blocks. で、緑。And green blocks. はい。で、青ですね。はい。And blue blocks. で、この辺、まあ、降りていくと。で、ここの緑を消して、And green blocks. この緑ですね。はい。And green blocks again. はい。そしたらですね、その後が、ここの黄色を消して、で、おお。青か。したらですね、ここで赤を消します。で、降りて、はい。で、これでサンダーが出ます。You generate thunder, man. ちょっと今回消し方がもうこれ、ちょっとダメだったんで、まあ一応これ最後まで消してやるんですけど、はい。Oh, こんな感じですcool. ね。ちょっと待ってくださいね。一応事前にですね、ちょっと綺麗に消せたパターンがあるんで、ちょっとそれをせっかくなので見せていただきたいんですけど、見たいと思うんですけども、Okay. はい。これ、まあ、見えてますね。はい。これですね。今、ちょっと同じステージで、ちょっと録画したやつなんですけど、はい。消し方はですね、もう全く一緒で、で、ここですね。ここで、サンダーが出るんですけど、サンダーがですね、最大6発出るんですね。2から6発ランダムに出ます。はい。なので、もし高得点を狙うんだったら、ちょっとですね、サンダーで一気にここを消せると、点がですね、伸びると。まあ、このように。なるほはっきりど。ですね。はい。さっき多分9000点だったんですけど、はい。このようにですね、出すことができるので、まあ、順序途中まではもう一緒なんで、出してもらって、最後の形できてからサンダーでちょっと、得点を狙っなるていくほど。と、この8は点数が出ます。はい。なるほど。なるほど。Cool. Cool.